ディーン・ランス・オ・ゴーマンは、ニュージーランド出身の俳優、フォトグラファー。ニュージーランドのオークランドで、風景画家ランス・オ・ゴーマンとクリスティーン夫妻の長男として生まれる。弟のブレットも俳優である。アイルランド系である。母方の祖父は、第二次世界大戦の落下三兵であった。12歳の時に、学校のスピーチコンテストのステージに立っているところを、 キャスティングエージェントに発見され、1990年にテレビ映画への出演でキャリアが始まる。1995年の初主演映画、ボンジュール・ティモシーでギハニー・イタリアンフィルムフェスティバルアワーズ及びニュージーランドフィルムテレビジョンアワーズの主演団優勝にノミネートされた。以降、1996年ニュージーランドの長寿ソープオペラシリーズ、 ショートランドストリートショートランドストリートをはじめとするニュージーランド国内の TV ドラマや映画に出演してキャリアを重ねる。1998年の米人気テレビシリーズヤングヘラクレスではライアン・ゴズリング演じる若きヘラクレスの相棒オラウスを演じた TV シリーズシリアル・キラーズでの演技によりニュージーランドスクリーン・アワーズの助演男優賞ノミネート。では 最新ある、マオリ族の男性との恋に苦悩する、クリス役で、アオテアロアフィルムテレビジョンアワーズのベストパフォーマンス賞ノミネート。2011年5月、交番したロバート・カジンスキーの代わりに、ピーター・ジャクソン監督による、ホビット三部作のフィーリ役に決まったことが報じられた。当時、オゴーマンは、ニュージーランドの人気 TV シリーズ、ザ・オールマイティ・ジョンソンズの主要キャストであったが、 ジャクソンとの話し合いの結果、シリーズの交番はせず、両方の撮影現場を行ったり来たりしたため、大変だったが充実していたと後に語っている。ザ・オールマイティ・ジョンソンズは、ニュージーランドの TV3 で2011年より3シーズンにわたって放映され、後にアメリカ、アイルランドでも放映された。映画、コビットとコラボしたニュージーランド航空の機内安全ビデオ全3作に、 カメオ出演している。ホビット思いがけない、冒険のウェリントン、ニューヨーク、ロンドンプレミア、ホビット流に奪われた王国では、LA、ベルリン、チューリッヒのプレミアに登場。ホビット決戦の行方では、LA プレミアのみ登場している。2014年9月、実在の脚本家、ダルトントランボの電気映画、トランボハリウッドに最も嫌われた男に、 カーク・ダグラス役で出演が決まったことが報じられた。現存する巧妙なスターを演じるにあたって、オゴーマンはカーク・ダグラスに手紙を書いて、アドバイスを求め、ダグラスから返信をもらったと後に明かしている。トランボ・ハリウッドに最も嫌われた男は2015年9月12日に、トロント国際映画最小大作品として上映され、全米公開は同年11月25日。 脇役ながら、オゴーマンの演技はいくつかのレビューで良い評価を得ている。2015年2月、ニュージーランドの t v 1制作によるエドモンド・ヒラリーの生涯を描くミニシリーズ、ヒラリーでヒラリーの親友・ジョージローを演じることが報じられた。撮影はニュージーランド及びネパールでロケを行った。ネパール王自身は、オゴーマンを含むクルーが撮影を終え、 インド北部へ移動した直後に発生した。ヒラリーは2016年8月21日からニュージーランドで全6回のミニシリーズとして放映されたほか、ニュージーランド航空機内上映プログラムにも加えられた。2017年11月30日、このヒラリーでの演技で NZ テレビジョンアワーズ2017のベストアクター賞を受賞。2016年3月、 1981年のニュージーランド映画グッバイポークパイのリブートポークパイにメインキャストのジョン役で出演することが報じられた映画は同月よりウェリントンで撮影を開始 NZ 国内にて2017年2月2日公開された日本ではワイルドドライバーの放題で2018年1月13日 DVD 発売フォトグラファーとして 2012年6月にニュージーランドのウェリントンにあるページブラッキーギャラリーでベトナム戦争をテーマにした最初の個展を開いた。2015年10月、ドイツフランクフルトのガロー・ゴルリー・ブラウバッチ5で第一次大戦をテーマにした写真の個展を開いた。また同月フランクフルトで開催された B3、ビエンナーレにおいてレクチャーを行った。 オゴーマンが戦争に対して並々ならぬ関心を抱き始めたきっかけは、10歳の時に両親に連れられて、ロンドンの帝国戦争博物館へ訪れて、以来であり、2017年春から撮影が開始された NZ とカナダ合同制作のインタラクティブドキュメンタリー、スパード・オンでは、第一次大戦の激戦地パッシェンレールに NZ 兵士の痕跡を追うプロジェクトへの出演へとつながった。 2018年4月12日より同年10月31日までウェリントンにあるニュージーランドドミニオン博物館内のサー・ピーター・ジャクソンが手掛けたザ・グレート・ウォー・エキシビジョンにてパッシェンデールの戦いを題材にした写真展覧会を開催2017年3月記者隊として写真家サラダンのかねてからのラブコールに応えてようやくフォトセッションが実現した 2016年8月、ハリウッドコレクターズコンベンション中のゲストとして、ホビット三部作の兄弟役エダン・ターナーと共に、初来日。8月27日と28日の両日にわたって、ファンと交流を行った。ニュージーランド人のメイキャップアーティスト、サラ・ウィルソンと長年交際の後、2016年1月8日に、結婚した。 2019年5月娘のスモーキー・ジューンオー、ゴーマンが誕生した。愛犬は、アイリッシュウルフ・ハウンドとスタッフ・ド・シャー・テリアの、根血のバットマンで2018年6月死去。ありがとうございます。